我が国を取り巻く安全保障環境の急速な変化に応じた防衛力を整えるため、昨年末、平成31年度以降の防衛大綱、中期防衛力整備計画が閣議決定されました。公明党は与党協議にて、憲法の下、専守防衛に徹し、軍事大国にならないとの基本理念を堅持しつつ、必要な防衛力を整備するとの視点で議論に臨みました。その結果、公明党の提案により、出雲型護衛艦を改修しても、憲法上保有が許されない攻撃型空母の能力を持たないことなどを含む確認書を与党間で交わし、その趣旨をそのまま閣議決定された本文にも明記させました。政府は不要な懸念を与えないため、国会を含め、あらゆる機会を通じて、国民に対して丁寧な説明をすべきです。また、厳しい財政状況の中、社会保障など全体の予算とのバランスも十分考慮しつつ、防衛費の抑制にも努め、予算の透明化、そして約2兆円の削減目標も設定されました。防衛大綱中期防衛力整備計画の改定について、総理の答弁を求めます。新たな防衛大綱および中期防についてお尋ねがありました。我が国を取り巻く安全保障環境が格段に速いスピードで厳しさと不確実性を増していることを踏まえ、新たな防衛大綱および中期防を策定しました。もとより憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念に従い、防衛力を整備していく方針にはいささかの変更もありません。また、出雲型護衛艦の改修については、与党で大変充実したご理論をいただきました。与党間の確認書の内容は、政府としても同じ考えであり、その趣旨は閣議決定にも反映されています。今後とも防衛力の整備にあたっては、国民生活に関わる他の予算の重要性等を勘案し、一層の効率化、合理化を図り、経費の抑制に努めるとともに、国の他の諸施策との調和を図ってまいります。透明性を確保し、国民の皆様の一層の理解を得られるよう、丁寧な説明に努めてまいります。